最初に見えた動物であなたの性格が分かっちゃう。あなたもたまに意味不明なことをしたりする、自分の性格についてもっと知りたいと思ったことはありますか？自分が選ぶ動物や可愛いなぁと思う動物が自分の個性や考え方に影響されているのはご存知ですか？きっと自分に対して面白い事実が見つかるはずですよ。一目見て考えすぎずに、一番最初にどの動物が見えたかを覚えておいてください。本題に入る前にチャンネル登録、通知ベルのオンをよろしくお願いします。1. トラ。トラはエネルギーとパワーを具現化したものです。このタイプの性格は短気で、しばしば周りにいる別の指導者的人物に対し反抗する傾向にあります。トラは反抗者であり、時には規律がないことも。この動物は大きな目標や野心を持っているため、賢明なアドバイスに耳を傾け、他の人の意見を無視することがなければ人生において大きな成功を収めることができるでしょう。ですが、多くの指導者的な人格を持つ人々と同様に、このタイプを必ずしも信頼できるとは限りません。虎の無謀さは危険を冒すことがあり、災害につながる可能性さえあります。強い意志を持たない人々の大半は虎の能力に屈し、敬い従うことでしょう。虎はよく考えてから行動し、常に自分が間違っている可能性があるということを頭に入れておくことが大切です。2. ワシ。ワシは野心的な目標を立て、達成するためにできる限り全てのことを行います。このタイプの男性と女性は寛大であり、助けが必要な人々の世話をします。そして常に不当に扱われたりいじめられたりする者のために立ち上がることでしょう。彼らは頼りになり、その決断も信頼ができます。このタイプによく見られるのは非難や嘲笑を恐れないということです。彼らは自信を持っていて、自己を過大評価したり過小評価することもありません。わしは家族を持つことに関してもとても真剣に考えているので、感情だけで結婚してしまうようなこともないでしょう。このタイプは公然に意見を表現することを好みますが、裏に隠れている策や陰謀をあからさまにすることはありません。社会的には高貴な態度で人と接するので、他の人から羨ましがられることでしょう。3. 犬。犬は知性と忠誠心の象徴で、あなたが誠実で献身的な人間であるということを示します。このタイプの性格は正義感が強いので、それが個人的職業的生活に影響することがあります。時には不公平であると感じることに対してとことん戦い抜く傾向にあります。このことにより他の人々との長い議論や争いにもつながってしまうことがあります。これらの人々は知性が非常に高く、常に分別のあることを提案し、周りを感心させるためのタイミングを心得ています。このような人たちは敵に回すよりも友達になっておいた方が良いでしょう。犬は裏切ったり裏切られたりすることを嫌い、最後まで忠実です。これは生活の仕方だけでなく、考え方や仕事の仕方にも当てはまるものです。4. 象。名誉、優れた精神力、力、知恵、そして威信などがこのタイプの主な特徴です。象は権威主義、頑固さ、さらに目的意識により人々を魅了します。そしてキャリアや社会的地位を最優先します。虎と比較すると、象は様々なことを考慮しながら一歩一歩確実に歩み、過度に野心的にならず人生を成功させるのです。このタイプの人々にとっては家族は非常に大切です。象の悲観主義を楽観主義に変え、自分自身を信じさせてくれる相手が必要です。象は通常たくさんの友達や親戚に囲まれています。5. リス。この動物は移動性、効率性、エネルギー、そして義務への強い専念を象徴しています。リスは高い知性と先見性を持ち、常にアクティブであり前進しようとしています。抑えられないエネルギーと陽気な性格は自信と強さによって支えられています。この性質の組み合わせのおかげで人気者なのでは。このような性格は誰にでもアプローチされやすく、彼らの楽観主義を味わいたい人たちによって囲まれることでしょう。そのエネルギーは
どんなに困難なことにでも対処するための手助けとなります。リスは状況を観察し分析することにより多くのことを達成することができます。彼らは急速に未来へと進んでいきますが、常に家族や自分たちがどこから来たのかを忘れることはありません。6. カエル。カエルはいつもリラックスしていて穏やかです。このタイプの性格は急がずに時に時間をかけて観察し分析して、全てのオプションの中から最良の決断を下します。カエルは話を聞いてくれて良いアドバイスをして助けてくれる大切な友達なのです。このような人々は職場での活動や個人の生活のために役立つ知恵を持っていますが、時には待ちすぎてチャンスを逃がしてしまう可能性があります。ですが一旦決心すると行動が早く、それ以上に躊躇することはありません。カエルは優れた直感を持っていて、容易に危険から逃れることができ、様々な状況の中でも安全に暮らすことができます。彼らは仕事人間であり、優れた集中力は自分たちの目標を達成するのに役立ちます。7. 魚。このタイプは完全なる直感を象徴するものです。この人たちは道に見える標識によって案内され、巧みに障害物を避けていきます。かなり粘り強いのですが、あまり行動的ではありません。そして少しずつ目的を遂げていきます。また自分や他人の秘密を守る重要さを理解していて、プライベート主義な傾向があります。魚は気分屋ですが、それをあまり表に出さないので周りには気づかれないかもしれません。時々このタイプの性格の人々は不思議に見られる傾向があります。ですが別に何かを隠そうとしているわけではなく、エネルギーを無駄にせずに適切な瞬間が来るまで自分たちの資質を節約し続けているのです。あなたはどの動物でしたか？自分の結果をコメント欄でぜひ共有してくださいね。ビデオの高評価、友達と共有し、チャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。これからも一緒にブライトサイドの応援よろしくお願いします。